ようございます。ジョン整理券13番、今日は早起きした回がありました。今回も番長シリン狙いでいきたいと思います。なんかね、ちょっと最近どこら辺に座ろうかすごく悩む。おはようございます。お願いします。あ、どこかな。ちょっとなんか久しぶり、角でもいいかななんて思ったりするんですけど、いや角にしよう。昨日おとといなんかすごいですね。どれも角にしよう。決定。チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。リトルホワイトのリポポです。さあ、本日7月2日日曜日、ズザン。リポポ、猛特訓ということで、DSG アリーナ高岡店様にやってまいりました。DSG アリーナ高岡店は、パチンコ640台、パチスロ392台、計1032台の大型店となっております。さあ、本日も猛特訓ということで、大人気のオス番長3をチャレンジさせていただきたいと思います。で、今までにもね、何回かチャレンジさせていただいているんですけど、今のところまだ当たらないってことがないので、ちょっとね、地味に相性がいいんじゃないかなって思っているので、今回も期待しています。さあ、なので早速頑張りたいと思います。行ってきます。ということで、本日はタップスリップとばかりにさせていただくのは、ジャジャン、またまたオス番長3。こちらの920番台で頑張っていきたいと思うんですけれども、昨日のいただきジャーニーが48回で、おととい2日前が76回で、なんか私あんまりこんなにね、たくさんのいただきジャーニーをゲットしたことがないので、数字だけ見てたら昨日の48回でもすごいんじゃないかなと思うんですけど、こう見てたらね、結構70超えてたり100超えてたりする台がたくさんあるので、そうだな、まあ、昨日みたいな感じでせめてね、ちょっとたくさんゲットできたらいいなって思ってますボーナスが昨日2回なんで、今日は番長ボーナスを絡めつつ、たくさんメダルを獲得したい、頑張りますなんか久しぶりに打つと変な感じがします。
つ目で、3つ目期待度星3つで負けたからな。でも2でもね、勝てるときは勝てると。悲しい。なんかチャンスアップがあったらいいなと思うんですけど、ねえ、もうこんな、頑張れ。ネットあれですね、バドミントンは向いてない。特訓です。よし、なんかね、いい流れで対決がしたいね。アルスアルス、あれ、え、なんかやだ。星 3.5、 あ、
いただきジャーニー通過255枚。お、あ、やった、特訓。ちょっとさっき特訓入った時はダメやったから、目の目の正直今はいけそう。あ、嬉しい、この調子で。同じことになるんじゃないかなみたいな。さっきの乗せてた、あ、ほらもう石一緒でしょ、石重りみたいな。誰やろお願い。あ、やだ、あ、本当に嫌、嫌だ、あ、つない、ずっと負けっぱなし。
本当にそう。いやでもどうせならちょっとスマホでね、今までの悔しさを晴らしたかったんですけど、むしろなんかやたらかっこいいが出てくる。最初にね、赤を買ったで、何が星4つやろ。おかしい、星4つがおかしいぞ。枚数がやばい、枚数が。新たな仲間も加わるということで、まだまだ
ますます盛り上がること間違いなしとなっております。皆様ぜひこの夏はこの広い広いミコーナーで楽しくご遊戯してみてください。はい、それでは本日の結果報告に参りたいと思います。本日は大人気のオス番長スに実践させていただきまして、いただきジャーニー4回突入することができました。でこれが2連2連だですけど、2連2連だったんですけど、なんか最初2連で終わった時に、ああもうこのまま何もないんじゃないかなってちょっと諦めかけたんですけど、その後にね、またまたなんとかいただきジャーニー普通に痩せることができまして、個人的には満足してます。でも悔しいなと思ったのが、悔しい嬉しかったのかななんか特訓に3回行ったんですよ。そう、初めてで対決自体もすごく多かったんですけど、なんと今回初めて3回も特訓に行って、で3回目でやっといただきジャーニーにつなげることができたんですけど、そのうちの2回がね特に何もなさすぎて、で星4とかでも意外とあっさり負けたりしてしまったので、なんかあんまり信頼度関係ないのかななんて思って打ってました。でも今日もすごく楽しかったです。皆さんもありがとうございました。で私は2連止まりだったんですけど、本当に途中でも多分言ってると思うんですけど、本当に周囲でご遊戯中のお客様たちがずっと連チャンされてたんですね。もう私が当たる前から当たってたのに、私が終わった後ももうずっと当たってるみたいな、でこうボーナスも絡めたりして、すごくね羨ましい気持ちで見させていただきました。で私も楽しく実践させていただいたんですけれども、本日も絶好調でご用意されていたお客様たちたくさんいらっしゃったということで、ぜひとも皆様に楽しんでいただきたいと思います。さあそして本日私がお邪魔させていただいております DSG アリーナ高岡店様、じゃじゃん、明日ですね7月3日月曜日、じゃん、寝台入れ替えとなっております。でついに待望の CR リング終演の時で、こちらが20台と大量に、でさらに大人気の海シリーズに CR スーパー海物語、スーパー海物語 in 沖縄桜ライト片言みたいになった、でこちらもね10台設置されるということで、その他にも様々な機種を導入されます。でこの動画がアップされる頃にはきっと寝台も導入済みだと思いますので、皆様こちらもぜひお楽しみください。さあそれでは本日も最後までお付き合いありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。